に行きます。はい、ラブ神戸 TV をご覧の皆さん、こんにちは。フレッシュ女子大生レポーターのりさと、はい、陸上レポーター英子です。はい、本日はですね、三宮駅から本当にすぐにある三地下商店街にあります酒屋さんに来ています。早速中に入っていきたいと思います。こんにちは、失礼します。すっごい素敵な雰囲気ですね。こちらはですね、なんと今年お店ができてから59年ということで、今コメントいただきました、ここ知ってるとのことです。ありがとうございます。はい、失礼しました。お店ができて59年、来年60周年のすごい素敵なお店です。そしてですね、こちらで、最近始められた取り組みとしては、天ぷらを目の前で揚げていただいて、で それの目の前のカウンターで食べれるということも新しい取り組みとして始まっています。では早速ですね、お料理を紹介させていただきたいと思います。こちらがですね、おにぎり牛麺セットということでですね、最近は今はの牛麺とのことなのですが、季節が変わってもう間もなくですね、もう間もなく、はい、そうめんの方に変わっていきますということで、あ、また美味しそうなところ選びますねとコメントいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ということでですね、今は乳麺ですが、そろそろそうめんになります。こちらの握り乳麺セットを紹介させていただきたいと思います。はい、握りがありまして、握りのエビ、卵、はい、でサーモン、はい、でイカ、でマグロ、はい、でタイということですね。で、小鉢が2種類。いいですね。すごい。あ、ありがとうございます。2種類ということで。はい。ということでですね。あ、ありがとうございます。で、中は入ってないです。赤だしもセットでなって、はい、入ってます。はい。他のメニューとしてはですね、こちらのおすすめメニューだけではなく、季節の味わいの午前とか、はい、定食セットとかもあります。こちらのメニューはほとんどお店ができてから59年、ほとんど変わっていないそうです。では早速ですが、こちらのセットを試食させていただきたいと思います。お願いします。はい、はい、ではひとちゃんに試食していただこうと思います。はい、じゃあいただきたいと思います。はい、どうぞ。まずは刺身から。はいですね、はい、タイのお刺身をいただいていただけますか。はい、どうぞ。ちょうどいい一口サイズで、本当に美味しいです。はい。はい。あとはですね、小鉢のお豆腐ですかね。お豆腐をいただきたいと思います。はい、これはね、梅ですかね、上にかかってるのは。ね、上にかかってて。小鉢がね、ついてて、はい、嬉しいですよね。嬉しいです。いただきます。はい。上品な感じの。うん。はい。柔らかい。美味しいです。はい。いい笑顔が出ました。はい。こちらのお店はですね、基本的には59年続いているメニューの他にも、季節のおすすめというものがありまして、季節に応じてメニューを変えています。はい、カツオのたたきとか、はい、タコのカラス酢味噌とか、夏野菜の煮浸しと、はい、はい、
いろいろあります。はい、コメントありがとうございます。美味しそうに食べるし、食べた時の笑顔がまたいいですねっていうコメントをいただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあちょっと、はい、おそうめんもね、お出汁が美味しそうなので、はい、いただきたいと思います。はい、乳麺ですね。乳麺です。はい、ないかしら、大丈夫でしょうか。すごい透明な麺で、すごい美味しいです。ね、うん、はい、美味しそうですね。すごい細長い麺がもうシュルシュルシュルってきて、すごい美味しいです。夏になるともうそろそろそうめんとのことですので、そうめんでもすごい楽しみにしてます。はい、はい、えいこさんありがとうございます。はい、カメラ交代させていただきました。ということでですね、本日は酒屋さんを取材させていただきました。ありがとうございました。